泉は宮城県仙台市泉区泉中央一丁目に所在するショッピングセンター。セブンアイグループ、アリオブランドの15店舗目。前身の伊東洋華道仙台線店についても合わせて述べる。泉中央副都心に位置するショッピングセンター。隣接するセルバとともに泉中央駅前の中心商業施設となっている。建物は地上5階、地下1階建て。 伊東洋華堂を各店舗に約50の専門店を配置。セルバとは空中連絡通路で連結しており、駐車場や駐輪場も両施設共用となっている。また、近年ではセルバとの共同企画が多く見られる。1992年7月の仙台七下鉄南北線、泉中央駅延伸開業に合わせ、同駅前に開業。 1996年度をピークに売り上げが減少。2009年には売り上げがピーク時の半分以下にまで落ち込んだ。2010年、貸主である住友商事とのテナント契約が切れる2012年6月をもって閉店する方針を固めた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では店舗棟だけでなく駐車場棟も 大きな被害を受けた。翌3月12日から店頭販売で営業再開し、停電が解消した後食品や日用品の一部フロアでの限定再開にこぎつけた。ただし、全館再開までには2ヶ月を要した。震災後、売り上げが急速に回復したこと、住友商事とテナント料についての減免交渉がまとまったことを受け、同年11月には、 営業を継続することを決定。さらに、翌2012年度には、開業後初となる大規模改装が実施されることとなった。2013年3月、大規模改装の実施にあたり、伊藤洋華堂からありを業態転換することを発表。伊藤洋華堂を各店舗として存続させつつ、西部百貨店の小型店頭、ファッション専門店を強化し、若年層の取り込みを図る。 2014年3月には、隣接するセルバとの空中連絡通路が、共用開始。アリオ4階とセルバ5階が接続され、利便性が増した。http://www.ario-sendaizumi.jp:/web/flower/index.html。ありがとうございます。